まさかこんな形でフォーガスに会うとはな。フォーガスの苦痛を終わらせろ。なんてことだ。フォーガス、こんな残酷な運命に苦しめられているの放ってはおけない。どうすればいいんだ。配下兵を一掃しろ。嘘でしょ。わわわ。おお。死ぬ。ということで、どうも皆さん、おはこんばんにちは、おっとじゃーです。とりあえずここにいたら死ぬから、よいしょ。何、嘘でしょ。取られた。いった、武器をすべて失ったぞ。プロトタイプロボット、おデスヘッドの機械化戦闘ユニットのさらなる進化により、プロトタイプロボットには人間の脳と機械を接続させた中央ユニットが搭載され、人工知能で動作する他のロボットにも優れた性能を発揮する。わお、それはよくわかった。だがな、死ぬぞ。本当に回復薬ゲット。テラスグレネードを投げる。飛ぶの。うお、どうする、どうすればいい。あ、危ない危ない。武器を失ったぞ。どっかに落ちてる。アーマーとテラス。はっ。おお、フォーガス、俺を呼んでいる。殺せっつってる。よいしょ。フォーガス、フォーガスじゃない、ファンガス。お前か、ブラストビッチ。これは悪魔だ。マシンに閉じ込められた。行動をコントロールできる。終わらせてくれ、頼む。死なせてくれ。また会えるさ。もっといいところで。ファンセル。何？お前が普通に乗って出てくるのか。前を恐れたことなど一度もない。なんだあのシールド。あのシールドどうすればいい。やめろ。開けろ。開かない。こういう時に限って、ん、あのシールドはどうやって破壊する。一体すごい強いぞこいつは。どこから攻めればいい。乗れるわけじゃない。よし、上に登って、もっと火力の高い武器を。あのね、死ぬ。テスラグレネードで、はい、剥げるか、剥げない。嵐か、あれか。オッケー、ヒントくれる。優しいな、相変わらず。あれ壊せないか。時空の歪みから攻撃してくるの。どこできる感じじゃなさそう。
どうにかして上に行かないとな。あれをショートさせるのか。よいしょ。タイミングはどうつく。何が弱点だ。冷静に考えろ。シールドは剥げないぞ、このままで。おう、これは開けられない。シールドを何回か攻撃すると、チャージするから、結構長いな、この時間。チャージしてる間に行くって感じ。やれるとこまでやってみるか。武器はこいつしかない。この後ろ通れるようになった。 OK、 いろんな武器あるから。OK、 違うな、この上にも乗れるね。やばい。うわあ。上に登るには。シールドをどうにかしたいな。グレネードを投げて、あっ、今のうちに。オッケー、これに乗ればいいのか。これはさすがに防ぎれないだろう。あれか、くる、もう一丁。オッケー、一台破壊。家族も一緒なわけないだろう、この嘘つき野郎。お前の手口は大体分かってる。言葉巧みに人を操り、自分のために利用する。目の前か。よし、充電して。だいぶ時間がかかるようになってるじゃないか。どうした。え、さあもう一丁。まだこいつが残ってる。いけるか。引っかかった。よし、さあ飛行船を落ちろ。ほら、これでシールドはもう使えないぞ。
っしゃシールド剥げた。どこ行った？デスヘッド、ようこそ。ようこそ。この刃をお前の喉元に突き立てて降伏させてやるぞ。どこ行った？こっち。どこだ？今のうちにアイテム回収しておこう。見つけ出してやる。どこ行った？メカデスヘッド。ああ、さっきのやつだね。嘘でしょ。まだ来てる。あれで。弱点はどこだ？このまま攻撃すればいいな。一回テスラグレネードで動きを止めて。うわ、もう貫通してる。ほっ、ロケットランチャーを撃ち込む。よし、闇雲に撃っても当たらないぞ。どうだ、もがき苦しめ。まるで俺が悪役のようだ。危ない。リロード。いつ死ぬの、あいつは。これを二つにして、ゴー、熱っ、甘、はい、どこにある。声が後ろから聞こえた。どこにいるか分かんないぞ。そこか。まだ倒れない。倒れた。ナイフ切れか。終わりだ。終わりだ。さすがの選択だ、ブラスコビッチ。これはいい選択だ。こいつを殺せば全てが終わるって。追放者たちの母、疲れた者、
貧しき者を預けよ。自由に呼吸することを求め、寄り添う者たちを、岸辺にあふれる哀れな者たちを送り届けよ。家を失い嵐に揉まれる者たちを。聞こえますか、隊員、発射許可を。やってくれ。Keep shining all through the night. I believe if we just keep trying, it'll be alright. I believe that someday we're gonna find our way. And I believe in a beautiful day.Believe in lovers walking side by side. I believe that someday we'll be satisfied. I believe. はい、ということで皆さんお疲れ様でした。ウルフェンシュタイン・ザ・ニューオーダー。ブラスコ・イズは最後は自分もろともデスヘッドを倒して。なおかつ城を撃つ発射コードの入力許可を下したというわけです。アーニャとワタソンとキャロライン、あとボムソバなんだっけ。彼ら生き延びてまた新しい未来を作っていくというわけですな。いやなかなかその自分で選択しなきゃいけない。とどめを刺すのも自分だし。結構そのムービーで流れてしまうようなところを自分でやらなきゃいけないっていうのがね、辛いってわけじゃないけど、自分がすごいこうブラスコウィズになったような気持ちでプレイできるゲームだったと思います。で、前作をプレイしたのもあってね、デスヘッドはデスヘッドでなんか、まあ、自分の哲学というか美学があったから、それを貫き通そうとしたけど、まあね、そうは簡単にはいかせんぞと、ブラスコビズも頑張ったわけだ。ブラスコビッチなのか、ビズなのか。はい、ということで本当に最後までご視聴ありがとうございました。今回、ホラーじゃなくてね、ストーリー FPS は初めてになるかな、プレイして、クリアまでなんとかいったけど、後半すごいね、難易度ハードにして後悔してたけど、やっぱり面白かったと思います。また次回ね、何か普通にストーリーものの FPS でプレイできることがあったら、よかったら見に来てください。ほんじゃまたな。Sometimes all our dreams just don't come true.